行でちょうど1ヶ月が経ちます。しかし犯人につながる有力な情報はなく、捜査は難航しています。警察は昨日2000枚のビラを配って改めて情報提供を求めました。一方、母親の妙子さんは取材に対して、私の中では昨日のことのようで気持ちの整理はついていません、もっと面倒を見てあげればよかったと。